最後のバッターということで、よろしくお願いいたします。次に入らさせていただく前に、昨日陸上自衛隊のヘリコプターが墜落するという、事故が発生をいたしまして、隊員の方にですね、心からご冥福を申し上げますとともに、被害に遭われた方にお見舞いを申し上げたいと思います。で、政府におきましても原因究明、そして再発防止と、そしてまた被害者の方々できっちりと対応していただくようにですね、まずもって要望しておきたいというふうに思います。それでは、通告のに沿ってですね、質疑をさせていただきますけれども、まずはですね、初めに生活保護基準、生活保護の制度についてお伺いをしたいと思います。で、生活保護の基準が見直されました。5年ぶりに、生活保護法の改正ということになっています。で、その5年前といいますと、なかなか制度施行以来ですね、なかなか改正がなかった。5年前に大きく大規模に、改正があって、そして5年後の今年、今年度ですね、改めてまた見直したことになっておりますけれども、今回の改正においてですね、生活保護費にかかる基準額について、見直しが行われ、精査されております。だから、世帯の状況によっては上がるところもありますし、下がる支給額がですね、上がったり下がったりしているという現状がありますけれども、この適正化の観点からですね、評価したいというふうに思います。また、今回の改正においてですね、本当に、就労インセンティブですね、の実効性、前回の、法改正の時に取り入れられた給付金、この給付金の制度も、見直されるということですし、大学等への進学準備給付金というのも、創設されると。そしてまた地方が、やはり地方のそれぞれの生活保護事務をですね、やっておられる自治体がやはりかなり要望してですね、喜んでいるのは返還金の保護費との調整ですね、この天引きができるようになるというようなことも見直していただいているということで、一定の評価というのをしたいというふうに思います。ただ今回の改正でもですね、そもそも住宅地によってやはり給地が今現状6区に区分されていると、6つに区分されておりますけれども、当時ですね、生活保護制度ができた時というのは、都市部と地方によっての物価の違いだとか、そういったものも大きくありました。ただ今はもうこの都市部のコンビニであっても地方のコンビニであってもですね、売っているものはそんなに値段が大きく変わることというのはもうありえない、そういう時代になってきてます。そういう中でですね、この6つに分かれているこの給地をですね、ちょっと細かすぎるんじゃないかなというふうにも思うんですね。ですから今回支給額が上がったり下がったりした根拠の説明とですね、そしてまたこの給地の見直しについて、加藤大臣、答弁をお願いいたします。加藤厚生労働大臣。ご承知のように、生活保護は年金を含めた収入や資産、働く能力などあらゆるものを活用した上でも、なお生活に困窮する者を対象に最低限度の生活を保障する、最後のセーフティーネットでございますし、また方でその最低限度の生活を保障する適正な水準とする、そういった意味での常に検証が必要で、今回そういった視点から見直しをさせていただいております。その中で今、給地ごとの生活保護基準の見直しというかについてお話がございました。今6、9地というお話がございましたが、その地域差については以前から一般低所得世帯の消費支出の地域差が縮小していく中でですね、消費実態と生活保護基準の地域差の乖離が生じているんじゃないかと。要するに生活保護上都市部が高くて、そして地方の方が生活扶助対象になっている消費額が少ないと仮定をしていたわけですが、実際の実態を見ると必ずしもそうではなく、割とフラットではないか、こういう指摘をいただき、今回それを踏まえた形で調整を見直しをさせていただいた、結果として上がるところ下がるところがあったと、こういうことは今回の見直しであります。それからこうして危機の給地制度そもそもどう考えるのかという、この点については
昭和62年度に現在の形になって以降、基本的な枠組みを変えずに来ているわけでありますが、まあ、今回の生活保護基準部会における議論、またその報告書においても課題が指摘をされております。例えば同一の給地区分内で消費実態に実際は差が、同じところでも差があるのではないか、あるいは生活の実態が必ずしも行政区域にとどまっていないのではないか、あるいはどういう生活水準の違いをどういう指標で評価をするのか、まあ、こういった課題が指摘をされておりますので、給地区分の在り方なども含めて今後見直しに向けて、まず調査研究、すなわち地域別の生活水準の違いを評価する指標の在り方とか、地域の単位の捉え方とか、そういったことについて、そうした調査研究をまずは進めていきたいと、こう考えております。委員長。井上君。はい、消費指数でですね、まあ、上がったり下がったりということで、それはまあ地方でも当然購買が進んでいきますし、当然都市部でもそういうことも進みますし、上がったり下がったりというのをですね、まあ、適正化を常にやっていただくというのはお願いしたいなと思いますし、まあ、区分についてはですね、まあ、大きく分けていった方がですね、まあ、事務的にも、まあ、非常に簡素化できるのかなという思いもありますので、まあ、ぜひご検討いただけたらというふうに思います。で、生活保護費にですね、占める割合の中でやっぱり医療扶助費と言われるものがやっぱりおよそ半分、5割、約5割を占めるんですね。で、生活保護法改正によってですね、まあ、後発薬、まあ、ジェネリックですね、への切り替えを原則とする方針についてというのも理解をしています。そういったことも進めているんですけれども、まあ、今後発薬ですねの使用割合は、まあ、大体7割と言われています。で、当然後発薬がなくてですね、対応できない場合というものもありますので、まあ、全てをやっぱり切り替えていってもですね、なかなかこの医療扶助費の抑制というのにはつながりにくいのかなというふうに思います。で、扶助別の、まあ、支給方式というのをやっぱり見直してですね、給与や年金、まあ、給料をもらったらやっぱりその給料の中で家計管理をして、まあ、お金を使っていくというのが当然ですし、まあ、年金で生活されている方はその年金というのを受け取ってですね、その年金の受給金額から必要なものをやっぱり使っていくというふうに家計管理をされているわけですから、医療扶助についてもですね、やはり一部自己負担をですね、やっぱり導入していくという考え方がやっぱり必要なんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。加藤厚生労働大臣。医療扶助の関係ではですね、生活保護受給者の中において医療機関を頻回に、要するに多数回数が多くですね、受診をしている、まあ、そういった課題が指摘をされておりまして、まあ、その抑制策として今ご指摘のように窓口において負担を導入して、そしてまあ後で召喚をするということで想定をしているわけでありますが、まあ、こうした医療費扶助における窓口負担について、社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会というところで議論をいたしました。一方では、まあ、子どもを対象外にしたりとか過度な負担にならないようないろいろ工夫を設けてやれば実現が可能ではないかというご意見もございましたが、まあ、他方でこの最低生活保障との両立が難しくなるという懸念、あるいは必要な医療の受診まで、まあ、抑制されてしまうのではないか、まあ、最初にこの窓口負担で負担するお金がないということになればですね、まあ、そういったこと、あるいは仕組みによっては医療機関の未集金やケースワーカーの事務負担の増加につながるということで反対意見が大変多く出たところでございますので、まあ、私どもとしてはこうしたご意見を踏まえて、まあ、課題として検討していく必要があるというふうに考えております。ただし一方で必要以上に医療機関を受診する患者さんについてはやっぱり受診の適正化を図っていくということは必要でありますので、頻回受診者に対する窓口負担については頻回受診対策に向けてさらなる取り組みは必要であるということ、また生活最低生活保障との両立の観点なども踏まえつつ、いわゆる償還払いの施行、実際のトライアルですね、まあ、これも含めた方策の在り方については、まあ、引き続き検討させていただきたいと思っています。委員長。井上君。まあ、なかなか一部自己負担ですね、窓口でのこれはまあなかなかこう
まあ、検討をしていただいているんですけど、まあ、反対意見が多いということ で先ほどその理由の中に本当は受けなければいけない、まあ、診療も受けなくなってしまうという議論だったんですね。で年金だけで、まあ、今は年金がですね、まあ、収入の一部と考えてくださいという候補になってますけれども、もともとは、まあ、年金で、保険料を納めてたら楽園みたいな生活が老後にできますよということでスタートはしているはずなんで、今は財政状況も踏まえて収入の一部と考えるようにしてくれとはなってますけれども、で実際年金だけで高齢者の方が生活されているというのもたくさんそういう世帯もあります。で実際その年金だけで生活されている方もじゃあ自分とこのその、家計管理することによってですね、本当は受けなければならない病院にも行けてない可能性もあるんですね。ですからそこの年金という社会保障制度とこの生活保護制度のやはり、まあ、若干のですね、まあ、若干といいますか、多分おそらく、委員の先生方はみんな地元に帰るとですね、よくそういうことは言われてるんではないかなというふうに思うんですね。ですからやっぱり一部自己負担なんかを導入することによって、まあ薬をたくさんもらってそれを横流しするような貧困ビジネスということもですね、一方で、行われているというような話もよく聞きます。ですからそこは、まあ、かかりつけの医者、まあ、かかりつけ薬局だとか薬剤師だとかそういう、まあ、今回点数にも診療報酬にもそういう基準は入れられてますけれども、まあ、きっちりと監視するためにもですね、ある程度の一部自己負担で、またそれを償還制にするのか本当の自己負担にするのか、私はまあそこはまた考えどころだと思うんですね。立て替えるだけなら結果的にはあまり抑制できないんじゃないかなという気もしますんで、そこはまた考えていただきたいと思いますし、先ほどもちらっと言いました、今度は支給方法です。生活保護費を扶助別で、まあ、加算方式でやるのではなくてですね、先ほど言いましたように家計管理をしてもらうためにはですね、生活扶助、住宅扶助、医療扶助というて扶助別に分けるのではなくて、一括、まあ、我々はワンバスケットと言ってるんですけど、一つのカゴの中に、まあ、入れて渡す。でその中で医療に何に使おうか、家賃にこれだけ使おうとか、で生活にこれだけ使おうとか、そういう考え方が必要だと思うんですね。ですからこういう方式に変えるという気は、改正する気はありませんか。どう。加藤厚生労働大臣。今ワンバスケット方式、まあ、一括支給ということについてのご提案をいただいたんでありますが、まあ、生活保護法においては保護は世帯ごとの生活保護基準により測定した最低生活の需要を満たすことのできない不足分を補う程度に支給をされるということと同時に、この生活保護基準は世帯の特性に合わせ保護の種類に応じて必要な需要を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつこれを超えないものでなければならないと、まあ、こういうふうにされているわけであります。で今お話のあった生活扶助や住宅扶助、まあ、さらには医療扶助までもですね、ワンバスケットにしてしまうと、まあ、これはどういうふうに、まずその支給水準をどういうふうにこう積み上げていくのかっていうのもなかなか難しいと思いますけれども、また支給水準によっては教育など個々の需要に対応できず必要な需要を満たせない場合、また逆によっては本当はそこまで需要がないんだけれども、まあ、支給をされるというこういうこともあるのかもしれません。また先ほどお話がありました生活保護費負担金の約半分を医療扶助が占めているわけでありますけれども、まあ、生活保護を受けている方は医療保険の加入者よりも、まあ、医療を必要とする割合も高いわけでありまして、まあ、医療の必要が高い場合には窓口負担額が家計を過度に圧迫する、場合によってはそうした本来必要な医療が受けられない、まあ、こういった懸念も課題もあるのではないかと思います。ただですね、ご指摘の基本には先ほどおっしゃった自分の収入の範囲でどう支出をしていくのか、これは自立に向けて大変必要なポイントだというふうに思います。まあ、そういった意味においては生活保護を受けている方の自立をそれを支援をしていく、まあ、こういう観点からは適切に家計管理を行うことが必要であり、それに向けてのそうした家計管理の取り組みを支援をしていく、まあ、こういったことにはしっかり取り組みたいと思っております。委員長。井上君。またいろいろご検討をお願いしたいと思うんですけれども、次にですね、まあ、先ほどから言われている最低、まあ、生活保障、つまり最低生活費というのをじゃあいくらというふうに、まあ、考えておられるのかというのを聞きたいと思うんですけれども、まあ、最低生活費
まあ、これ生活保護法のまあ第3条にですね、おいて健康で文化的な生活水準の維持にということで規定があるんですね。で、まあ、一時我々会派の丸山議員なんかもこの予算委員会なんかで質疑をさせていただきました。まあ、パチンコですね、遊戯に行かれることとか、それからまた美術館に例えば遊びに行くこととか、何をもって、その個人のですね思考の中で何をもってですねその文化的な生活水準というふうにまあ位置づけるのかというこの議論がですねやっぱりまあキリがないところはあるんですね。ただ納税者のやっぱり一定のまあ目線というか常識モラルというのが反映されてしかるべきなんじゃないかなというふうに我々は思ってます。で、先ほど一部の医療負担の一部自己負担の話でも結果的にもらっている扶助費の中でそれをまあ、医療を自己負担することによって最低生活費を脅かすんじゃないかというまあ心配をですね有識者の方々はまあされていると思うんですね。ですからこの最低生活費というのにまあ政府といいますか厚生労働省としてですね見解を聞かせていただけますでしょうか。加藤厚生労働大臣。あの生活扶助の水準をそのものを決めるにおいてはですね、あのこれまでもご説明したように今あの10分位の中の第1分位のですね消費水準をこれ見ながら、そして今生活保護の基準これを均衡しているかどうかということで私どもはチェックをしていると。でこの第1分位を使うにあたっては、所得が落ちていくと急に消費が減る部分、これ変極点というんですが、まあ、そういったものとかあるいは固定的経費がやっぱり消費が少なくなると突然として高くなる、まあ、そうしたところを分析しながら今申し上げた水準というものを設定をしているわけでありますが、今委員ご指摘はそれを踏まえた上で何に使うのかというお話なんだろうと思います。まあ、それはもちろんあの生活保護を受けている方の基本的には自由というかですねご判断に委ねられるべきものなんだろうと思います。娯楽に使うのもよし、そして娯楽の一つにはパチンコも含まれるんだろうとは思います。ただ他方で、本人の健康や自立した生活を損なうようなことは最低生活の保障と自立の助長という生活保護の目的に照らしてこれは望ましくないんだろうということで、保護の実施機関においては必要に応じて助言指導を行っておりますし、まあ、さらに特に福祉事務所がパチンコ店等の利用について状況把握を行い、まあ、生活保護をされ受けている方が過度にその生活費をパチンコに投入してしまってですね、自分の生活そのものに支障をきたす、まあ、こういうことがあってはこの生活保護の目的に反した保護費の支出ということにつながっている場合には生活保護法第27条に基づき支出の制約を図りを、まあ、生活指導を行っているところでございます。あのいずれにしても最低生活の保障と実の助長という観点からは、まあ、金銭管理の支援と同時に、まあ、例えばパチンコ依存症ということがありますけれども、まあ、そうした疑われる者に対する専門的な医療機関への受診勧奨と、まあ、そうした保護の実施機関において取り組むべき対応策などについてもしっかり周知を図ってですね、あのそうしたことにならないようにつなげていきたいと思います。委員長。井上君。まあ、最終ですね、本当に生活保護を受けておられる本当に困っておられる方々のセーフティーネットとして生活保護を受給されている方々というのがですね、そういう、まあ、権利もそうですし立場もそうですけれども脅かされることがないようにやっぱりしないとダメです。ただ一方でやはりその生活保護で先ほども言われているようにギャンブルに、溺れてしまったりですね、まあ、身を潰してしまうようなことにならないように、まあ、やっぱりこれからその現金支給これはもう本当にいろんな考え方が、まあ、あると思うんですね。やっぱり自由購入ということが、考えられますので現金を渡して、まあ、その人の自由に購入してもらうという、まあ、権利ではないんですけれども、まあ、そういう考え方があって現金支給をしているんですけれども、やはりまあ現物支給、まあ、今回の法改正でも、まあ、制服の買い直しだとかですね、そういったものを現物で、買えるようにまあ、法改正にもなっているんですけれども、まあ、ありとあらゆることをですね、極力そういうギャンブルに走ったりとか無駄なお金を使わない、まあ、世に言う不正受給にならないような対応策ということがやっぱり必要ではないかなというふうに思うんですね。でその現物支給に切り替えていくのに、まあ、大阪は結構先進的に生活保護のこの制度に関してはやってきました。でプリペイドカードというのを作ってですね、
なるべく現物で買ってもらえるように現金を渡さずにですね、そういうこともやってきたんですけれども、なかなかまあ加入が伸びずにですね、厚生労働省ではまあモデルケースとして評価はいただいているんですけれども、まあちょっと一旦その試験的運用をですね取りやめて、またやるんですけれども、またそういう時にはその自由購入のまあに任せるという考え方もですね、ぜひ変えるような、そういう抜本的な見直しというのが必要だと思いますので、その辺もまた大臣ご検討いただけたらというふうに思います。それとまあちょっと生活保護に関しては最後の質疑にさせていただきますけれども、まあお配りしている資料ですね、1と2と3があるんですけど、まあ1が1、2が生活保護に関するまあ基準額を書いている表で、3がまあ年金ですね、年金を受給されている各都道府県のまあ平均金額なんですね。で当然これ平均というのはですね、保険料を納めている方々が満期の方ばかりではありませんので、支給金額、まあ、受給金額が平均値を取らさせていただいているんですね。で1枚目のこれは今はもう消費税が 8% に上がって、基準額の2、一番左の生活扶助基準、生活費第1類と書いている、まあ、表があるんですけども、この基準額の2というところで算定するんですね。で60歳から、まあ、高齢者の方に限らせていただきます、まあ、高齢者の方々が、大体国でも50数%生活保護を受け取られる。で大阪においてはもう 60% 近い方々が高齢者というふうになってますんで、60歳から69歳となりますとお一人に対して3万8990円ということになります。でお二人夫婦だとそれにかける2をします。でその下の低減率というのが書いてますんで、2人の場合は2で 0.885 というのをかけて、そして次の下の段の第2類のこの基準額の2を人員の2で足して5万180円を足すとですね、だいたい65歳の夫婦2人で、月額11万9200円という金額がまあ算出されます。で70歳になりますと今のような計算式でいくと11万飛んで60円ということになります。でこれに生活保護の場合は、まあ、大阪はですね住宅扶助で4万8000円プラスされるんですね。ですから11万9200円だとか11万60円に対して4万8000円プラスされるんですね。で3枚目のこの年金の平均の受給金額、これはまあ大阪でちょっと見ていただくとですね、大阪がまあ1人に対して5万3594円というまあ受給金額になっています。でご夫婦だとこれをかけるとですね10万7188円ということで、その扶助費と年金の受給金額だけで見ると大体同じような金額なんですけど、そこに住宅扶助が乗ってくるとですね、やっぱり生活保護の方が最終的に受給している金額というのが大きくなってくる。でまた先ほども言いました、それにプラス今度医療扶助が入ってきますので、まあ、これが世に言う世間の高齢者の方々が逆転現象じゃないかと言われる、まあ、根幹だと思うんですね。でそこでやっぱりもうそういう高齢者に対しての生活保護と、それからまた年金の社会保障ということに関して言いますと、やっぱり新しい生活保障制度というのを作り直す、創設する必要がやっぱりもう時期として時代として来てるんじゃないかなというふうに思います。まあ、その新しい、セーフティネットではないその前段階としてのですね、新しい生活保障制度についてどうお考えか、加藤大臣お聞かせいただけますでしょうか。加藤厚生労働大臣。まず今分かった上でだと思いますけど、年金と生活保護の金額の比較をされてましたが、まあ、年金というのは基本的には、貯蓄等も合わせてですね、まあ、老後の一定の生活を支えると、まあ、こういうことでありますし、まあ、保険料の納付実績に応じて払われる。また方で生活保護は先ほど申し上げたように最低限度の生活を保障する、まあ、セーフティーネットとしての役割でありますから、まあ、それぞれ仕組み、また給付水準の考え方もこれもそれと違うので、これはなかなか単純に比較することはできないんだろうなというふうに思います。それからその手前のというのも何を想定されておられるかちょっとイメージできませんが、まあ、一つは私ども生活困窮者実践制度ということでですね、その手前において、自立して生きるための支援をしっかりやっていこうということで、まあ、今回も今法律の提出も準備をさせていただいてですね、生活
保護までに至らない中で、さまざまな支援をする、就労支援をする、家計支援をする、まあ、そういったことを通じてですね、自立をしっかりと支援をしていきたいとこういうふうに思っております。井上君、まあ、なかなか踏み込んだお答えはいただけないんですけれども、まあ、今言われたように制度が、まあ、根本的に違いますんで、でもただ世間で生活されている高齢者の方々は制度が違うと言ってですね、ご理解をいただけるかというとなかなか厳しいなと。方やずっとですね、保険料を納めてですね、準備してきて、で老後が迎える頃になった時にはバラ色の人生になるというふうに思って、こうずっと保険料を納めてきた方とですね、まあ、資産、当然貯金も何もない方がですね、生活保護なんかを受けられるんですけれども、資産形成することもなく貯金することもなく、まあ、入ってくる収入右から入ってくると左に全て使ってた、使い切ってですねやってこられた方と、一定のそういう生活をされてきた方で、その高齢者になった時ですね、ですから若い方々が例えば離婚して母子家庭になって大変困っている、じゃあそういう方を生活保護でセーフティーネットで助けてあげましょうと、それはもう当然、緊急性が高いですし、当然助けてあげるべきだと思うんですけれども、こと高齢者の世代に限って言いますとですね、やはりそういう新しい生活保障制度というのをぜひ考えていただくようにお願いしたいと思います。まあ、もう時間も来ましたので、まあ、総理に質疑をさせていただこうと思ってたんですけれども、まあもう時間もないんで最後に一問だけ、まあ今回の選挙でですね、昨年行われた選挙で、まあ、10% に上げると、で消費税をですね、でその増収分はまあ教育無償化というふうにおっしゃっていただいて、我々はまあ教育無償化は大賛成なんですけれども、まあ、その 10% に本当に上げられるのか、でまたその前にまずは政治家だけでもですね、身を切る改革をして、これから国民にたくさんの負担を求めていきますから、ぜひその辺をですね、総理のリーダーシップで、政治家の身を切る改革というのをぜひ、進めていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣、安倍政権が発足をしてですね、国会議員の定数については10人、まあ、削減をしたところで、ございます。まあ、本当の立場からすればまだまだ少ないということかもしれませんが、まあ、しかしその中で我々はできることからということでですね、10人の削減を行ったところでございます。またしっかりと、まあ、行政改革においてもですね、無駄遣いをなくしていくということに力を入れてきたところでございまして、また方、まあ、10% への引き上げにつきましては、まあ、5分の4をですね、借金返しに使っていく、社会保障の安定化のために使っていくということでありましたが、その半分は子どもたちへの未来への投資にすることにしたところでございます。確かに前回の消費税においてはですね、3% の引き上げの際には我々が予想したよりも大きな影響が消費等に出たところでございますが、今回は軽減税率を行っているということ、そして子どもたち、若い世帯に我々投資をしていくということからですね、影響はだいぶ軽減されるのではないかということであります。いずれいたしましても 10% 引き上げる環境を作っていくために現在行っている経済政策をしっかりと進めていきたいというふうに考えております。以上、すみません。